ローミングは、携帯電話や PHS、または、インターネット接続サービス等において、事業者間の提携により、利用者が契約している、サービス事業者のサービスエリア外であっても、提携先の事業者のエリア内にあれば、元の事業者と同様のサービスを利用できることを言う。携帯電話や PHS では、契約する、サービスエリア外の国内た地域に端末を持ち込んでも、 基本的には契約地域と同様に利用できる。他国である場合は特に国際ローミングと呼ばれる。端末に RM と表示されることが多い。アウトローミング国内自社エリア外のローミングサービス国外でのアウトローミング MVNO 事業者によるアウトローミングインローミング国外事業者によるインローミング過去の携帯電話。 PHS のローミングサービス自社エリア外のローミングサービス無料通話、通信分の適用 NTT ドコモと AU では国際通話料国際通信料も原則として無料通信分に含まれる。ソフトバンクモバイルは含まれない。また、ウィルコムはコースオプションにより無料通話分に充当される、場合とされない場合の両方がある。なお、ローミング等による通話、 通信は、パケット定額制、音声通話定額制や、モバイルデータ通信定額制の対象外、もしくは国内向けとは別の定額プランが用意、されていることが多い。NTT ドコモのパケットパックは、無料通信分を国際ローミングの通話、通信量に適用することが可能であるが、パケットの割引は適用されない。 また同じく NTT ドコモの海外パケ放題は、同サービスの対象通信が、無料通信分の適用対象外となる。e モバイルについては、無料通話分自体が存在せず、無料通信分は、パケット通信のみで消費されるが、無料通信分は NTT ドコモローミング時は、適用されず、別料金となる。また、e モバイル同士の通話が、 無料になるオプションを利用した場合において、発信側が、ローミングエリアにいる場合の通話は、無料とはならず、他社宛て通話料金も割引されずに、ローミング体系の通話料がそのまま適用となる。電話会社各社では、このような自社網での利用との相違や制限について、Web ページやパンフレットにおいて、注意喚起を行っている。国際ローミングにおける、 提携国際通信事業者間の提携により、事業者によっては、国際ローミング時の通信価格の値下がりが起きている。NTT ドコモでは、コネクサスモバイルアライアンスというアジア12カ国級、キャリアと国際ローミングや端末の共同調達などを元にしたアライアンスを結んでおり、アライアンスキャリアと特定のキャリア間でのパケット通信量などが割引かれる。 サービスなどを2008年3月より提供している。現在では、欧米号の事業者も参加している。特定通信事業者一覧海外プラスナンバー、KT での番号を通知する、メール2009年3月から2016年10月31日までの間、NTT ドコモと旧 KTF 社と共同開発した。 海外プラスナンバーと言われるサービスが提供されていた。これは NTT ドコモのフォーマカードに KT 社の電話番号を書き込み、韓国内で通常のワールドウィング対応の携帯電話と KT の携帯電話番号によって通話ができるサービスである。このサービスにより通常の国際ローミング通話料金より約27%から60%割引で利用できる。 一つの SIM カードに二つのオペレーターの電話番号が利用できる初めてのサービスである。このサービスは NTT ドコモと QKTF が共同で開発した技術で KT のユーザーが日本で同様のサービスを受けることができる。インターネットサービスプロバイダによるインターネット接続サービスでは他国へ出向いた際、日本の契約先プロバイダが提携している。 現地プロバイダのアクセスポイントへダイヤルアップ接続できる携帯を指すことが多い。他国に滞在中に提携先アクセスポイントにダイヤルアップ接続を行う場合、日本の国内で主流の完全定額制の接続料金と異なり、接続時間に対する重量性の料金が発生する場合が多い。事前に接続先、電話番号や 接続方法、料金などのデータを入手する必要がある。また、ホテルなどの客室から発信した場合、電話料金が高額になる場合もある。世界各国の現地プロバイダと提携し、どの国でも同じ手順、同じアカウントで接続できるサービスを提供している。例としては、イパス社などがある。個人向けのサービスと、企業向けのサービスがある。ありがとうございます。